今日の御言葉、マタイの福音書19章9節から12節。あなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁し別の女を妻とする者は姦淫を犯すことになるのです。弟子たちはイエスに言った。もし夫と妻の関係がそのようなものなら結婚しない方がマシです。しかしイエスは言われた。その言葉は誰もが受け入れられるわけではありません。ただそれが許されている人だけができるのです。母の胎から独身者として生まれた人たちがいます。また人から独身者にさせられた人たちもいます。また天の御国のために自分から独身者になった人たちもいます。それを受け入れることができる人は受け入れなさい。そもそも弟子たちは結婚の意味が分かってはいませんでした。イエス様は離婚をしないことが神の御心であることを説明されました。しかし弟子たちはそれを理解することができませんでした。なぜなら結婚するのも結婚しないのも離婚をするのも離婚をしないのもそれは自分自身が勝手に決めれることができると弟子たちは思っていたからです。しかしそれは大間違いです。私たちが結婚するのは神様の御心です。私たちが結婚せずに独身者としているのは神様の御心です。私たちの思いではなくて神様の御心だけがなっていきます。何一つとして私たちが自分で決めることができるものはありません。もし神様から結婚が示されているのならそれに従いましょう。離婚をせずに夫婦二人で一生涯愛し合いましょう。また独身者となることが神様から示されているならその御心に従いましょう。 All for Jesus。